チクショー、早いとこミナミを助けに行こうぜ。そうですね、ミナミさんのことが心配です。みんなの気持ちはわかるけど、何の対策なしに行っても帰り討ちに遭うだけじゃない？そうだけどよ。それって自分の身を引き換えにして私たちを救ってくれたミナミちゃんの思いを無駄にしちゃうんじゃないかな。私たちこれからどうすれば。まず私たちがすべきことは、ピニャビカを治す特効薬アミーボを完成させること。でも、シキさんのラボは、ピニャビたちに。それはまた考えるとして、ひとまず仕上げに必要な薬草を手に入れなきゃ。薬草って、どんな薬草なんだ？実は、秘密基地を訪れた避難民の中に、なぜかピニャビたちに襲われない人がいてね。その人を調べてみたら、ユズみたいな柑橘系の爽やかな香りがしたんだよね。爽やかな香り。そう、その香りの正体がその人の地元でしか取れない珍しい薬草なんだって。その名も北味噌。あとは北味噌さえあれば、アミ棒は完成するってなわけで、早速その北味噌が取れる霊峰に、飛空艇で行きたいんだけど、君たちも協力してくれるかな？そんなの当たり前だろ。はい、私たちにできることがあったら、何でも言ってください。ありがとう、みんな。よーし、それじゃあ早速出発。やった！コール、ショーダウン。挑んだ相手が悪かったな。夢にまで見た新人アイドルの公開オーディション。この日のために山を下り、震える足で恐る恐るステージに立つ。だが観客たちの反応は、なんだあの緑のブサイクの下手くそな歌と踊りは。恥ずかしさといたたまれなさに全身が熱くなり膨張していく。なんだありゃ、全身ピンク色になってくぜ。引っ込めブサイク。いつしか抑えきれない感情があふれ出て、止めどなく頬を伝っていく。やはり醜い自分にはステージに立つ資格などなかったのだ。おとなしく山へ帰ろう。山へ戻った自分はさめざめと泣き続ける。まぶたは腫れ上がり、とても人様に見せられたものではない。いけなかったのだ。自分がアイドルになろうなどと夢見たことが間違いだったのだ。その時だった。
自分の運命を変える。あれと出会ったのは、これをかぶった姿なら人々から嘲笑されることもないだろう。この姿なら人々からの崇拝を得ることも可能だろう。復讐だ。自分を嘲笑った人間ども、復讐してやる。